福岡市営地下鉄は3個路線を持っていて、これがその一つ、七隈線です。七隈線は橋本駅から中心部、天神南駅までを結んでいますが、天神南駅はまだ中心部の外れにあるので、将来的に博多まで延伸するようです。しかし、いつ完成するかは今のところわかっていません。というのも、七隈線工事が原因で博多付近の道路が陥没する事故があったからです。これで中止するのかとも思いましたが、延伸工事は続いているようです。さらなるコスト増大で赤字になるような気もします。というか、地下鉄工事は建設費増大が原因で、結局儲からず、建設コストを回収できないという負のスパイラルに陥りがちです。最近ですと仙台市営地下鉄東西線、名古屋市営地下鉄桜通り線がこの良い事例でしょう。赤字がひどいので、儲かっている事業から埋め合わせをすることになります。七隈線の場合、リニアモーター方式の路線で、トンネルを小さくすることに成功しています。これは大江戸線とか、中堀、鶴見緑地線など全国の地下鉄で実施していることですが、費用削減の一方で、居住環境が悪化します。そこは費用対効果を見極める必要があります。七隈線は福岡市の西南部という鉄道空白地帯を通る鉄道で、西日本鉄道の軌道線があったあたりも走行し、路面電車の地下化にも貢献をしている路線です。結構混雑するそうで、地上交通との兼ね合いもあるんでしょうが、かなり収益はありそうな路線です。日中でも1時間に8本はあります。便利です。しかし問題点もあって、費用がかかりすぎます。この路線を作るために数百億円の建設費をかけてしまっては、いくら収益が見込めても回収するのはいつになることか。あまり時間がかかると、今度は修繕にも費用が加算できて、結局、黒字化はできずに終わることも考えられます。天神南駅も中途半端なところにあって、もともと博多方面へ直通する計画だったんでしょう。天神に向かわずにカーブをしているのはそういう意味でしょう。天神から博多のエリアは福岡市内で最も栄えている場所なので、なんとか空港線の混雑緩和をしたいのでしょう。そうはいえども、当面建設が続くようでは、今の混雑緩和にはなりませんからね。それに平行路線を作ったところで、七隈線に流れない可能性もあります。高規格で大型車両を乗り入れた、名古屋の桜通り線は、東山線の旅客の輸入を見込んで建設したけれど、結局利用者は流れれてこず、といったところです。ですので、七隈線ができても、博多のエリアの混雑解消にはあまり効果がないように思えます。天神南駅の存在こそが福岡市のネックになっているような気もしますし、作った以上は完成させないといけないという考えに陥っているような気がします。最後までご視聴いただきありがとうございました。当チャンネル、マイトリップでは、毎日投稿の名列車ほぼ日編、週1回の昭和編や、旅行記など多くの動画を投稿しております。よかったらチャンネル登録、高評価をお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。ではまたお会いしましょう。